優勝してないんだけども、獲得賞金も3位に入ってきたわけですよね。はい。ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです。こんなに稼ぐってやっぱ夢あるよね。はい。今回は昨日のメジャー大会が終わって、今季10試合が終了しました。 この時点でのメルセデスランク、ポイントのランキングですね。それと、賞金のランキング。もう、あの、皆さん、これをいつも見てくださってる方は知ってるとは思うんですけども、やっぱりね、ゴルフ仲間に言わせると、よくわからんと。メルセデスランクって何っていう人がまだいるんですよね。でも、新しくこのチャンネルの動画を見てくださる方は、多分そういう方も、 結構いらっしゃると思うのでね、いつも見てる方はそんなの知ってるよって方の方が多いと思うんですけども、新しく来て、あの、チャンネル登録してくださってる方にも分かるようにちょっと説明していきたいなと思いますね。あの、女子ゴルフっていうのは昔はポイントのランキングなんてなかったんですよ、あんまりね。賞金ランキングで全部、あの、言ってたんで、1位になる人は賞金女王というふうに呼んでましたけど。でもね、2021年、 あ2020年と21年はね、あのコロナで統合シーズンになりましたけど、その時を境にね、ポイントのランキングで行きましょうと。まあアメリカの方もそういう風になったのでね、そういう風になりました。なぜかっていうと、あの、同じ大会なんだけど、同じ大会というかね、あの、同じ、あの、試合であってもね、やっぱり賞金がバラバラなんですよ。 あの、スポンサーが違うと、出すお金も違うということで。だから、まあ、昨日のね、メジャー大会、まあ、ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップという、まあ、4つあるメジャー大会の中の1つなんですけども、賞金、優勝賞金は2400万なんですよ。だけど、あの、一番大会で賞金額高いっていうのは、のメジャー大会じゃないんですよね。 あの、ご存知の方は多いと思うんですけども、アース・モンダミンカップっていうのが5,400万とね、高いんですよ。ね、優勝賞金。だけど、まあ他のメジャー大会でも3000万とかね。まあ他のメジャー大会じゃない大会でも、あの、ノブタグループの大会とかは3000万とかね。あの、日本女子オープンとかもそうでしょう。そういうふうに、 バラバラなんですよ。3日間大会で賞金が安いのはわかるけども、同じ4日間の大会で賞金がもうバラバラなんで、同じ、ね、あの、日にち戦ってるのに、なぜか賞金が違うっていうことでね、賞金ランクちょっと不公平があったかなというので、まあ、ポイントのランキング。まあ、3日間大会はもうポイント何ポイントですよ。1位の方は何ポイントですよと。 4日間の大会は何ポイントですよって、もう全部決まってるというね。だから順位がいつも、どれぐらいの順位で終わるか、もうポイントで全部分かっちゃうという風にした方が公平だろうということでね。だから、賞金が高いところで優勝して、他あんまり、あの、活躍してないという人は、獲得賞金は大きいんだけど、ポイントの、獲得ポイントは少ないと。 いう感じで、ランキングが変わってきてしまうんですね。で、年間女王という、あの、称号になりました。あの、賞金女王じゃなくて、ね、賞金女王っていうのはもうなくなったんですよ。あの、賞金女王がなくなって、何が残ってるかっていうのはポイントのランキング1位の人が、年間女王と言います。賞金女王とはもう言わなくなったんですよ。ねあの、久しぶりにゴルフ興味持った方っていうのはね、これ見てね、 えって思うかもしれないんだけどね。まあそういう方の中にはいらっしゃるようでね。あそうなんだ。今そういうふうに変わっちゃったんだね。と。あの、この間言われましてね。ええー、そうなんですよ。と。変わったんですよ。昔と違うんですよ。という感じの話をしたんでね。ちょっとお届けしたいと思うんですよ。まあ一応見せますね。これね。はい。まあ1位から10位までが、ポイントのランキングはこんな感じになってますね。まあ2勝した2人がもう、 一位、一位二となっている。まあ、これはわかるんですけども、一度も勝ってない佐久間修理ちゃんが5位に入ってます。で、山下美羽ちゃんも、まだ勝ってないですね、今シーズンは。だけど、まあ、0回ですけどね、優勝回数は。でも6位に入ってます。で、優勝した他の選手の中でも、まあ、甘本遥香ちゃんも今日、今日っていうかね、今回、あの、今シーズンね、ずっと調子いいがなんで、えー、7位に入っておりますけどね。7位に入ってますけどね。 まあ、メジャー大会、昨日の大会をね、昨日の大会とか先週の大会は予選落ちしてしまったので、5位だったのが7位に落ちてしまいましたね。はい。で、まあ、11位以下、こんな感じになってますね。まあ、優勝回数0回の選手たちばかりですけども、まあ、こんな感じになっております。まあ、シンジェイ選手なんか3試合しか出てないけどね、14位に入ってますね。 はい。これ、ポイントはね、一応、アメリカのメジャー大会も入ります。アメリカのメジャー大会だけ。だから、メジャー大会5試合ありますけども、その5試合に出た方は、あの、日本に帰ってきて出場すればポイントが入りますんで。なので、100位にね、エッティが入ってきましたね。あの、フレイアヤカちゃんが100位に入ってきましたね。<laughs> 日本で先週出て予選落ちしたのでね。 あの、獲得賞金は0円なんだけど、だけど、一応ポイントがね、あの、アメリカメジャー大会のポイントが入って、あの、100位に、ニュあの、ランキングに入ってきました。はい。で、21位以下の、まあ、ベスト30だけお届けしますけどね、今回はね。この二人、アベミとレイチェルですよ。この二人は、優勝優勝こそしたものの、やっぱりね、 他の大会ではなかなか成績が伸びてないということで、他の優勝してない選手にポイントが及ばないということになるんですけども、隣に獲得賞金書いてありますけどね。まあ、多いでしょ他の選手。あの同じぐらいの,あの順位の選手よりも獲得賞金が多いわけなんですよ。で、獲得賞金順に並べ替えると、こんな感じになります。はい。1位、2位は確かに変わらないんですけども、 優勝してない佐久間朱里ちゃんが、先週アマチュアのね、ョソンが優勝したので、アマチュアの選手は0円ですから、2位の佐久間朱里ちゃんが優勝賞金を2400万ボンと入ってきたんで、優勝してないんだけども、獲得賞金も3位に入ってきたわけですよね。メジャー大会、賞金高いの,の試合でしたのでね。はい。なので、 まあ、先ほど見せたように、佐久間朱里ちゃんの順位っていうのは、あの、5位だったんですよね。ポイントのランキングは5位です。だけども、あの、賞金ランキングに直すと3位に入ってくるということなんですよね。はい。まあ、山下美宇ちゃんも同じような感じで。でも、天本遥香ちゃんの方がこう、上になるわけですよ。優勝してるんでね。賞金高いから。あ、賞金高いからじゃないな。あの、先週メジャー大会で、天本遥香ちゃん予選落ちして、 で、佐久間朱里ちゃんとか、あの山下美桜ちゃんは、あの、上位でフィニッシュしたのでね、優勝争いしましたから。なので、あの、メジャー大会ってね、国内メジャー大会っていうのは、3日間の大会の2倍のポイントをもらえますんで、それで上位に来て、天本遥香ちゃんは0ポイントですから、なので逆転したという感じですね。はい。だから3日間の大会で優勝した選手よりも、まあ、コンスタントに、 3日間大会よりも4日間大会でいい順位でフィニッシュしている選手。そういう方が、こう、ランキングは、ポイントのランキングが上っていう感じになりますよね。はい。まあまあ、あの、この下の、あアベミんななんかもそうですよね。まあ、先ほど見せたように、メルセデスランク、ポイントのランキングは24位なんだけども、賞金ランキングは8位と、ベスト10に入ってくるという感じになりますね。はい。 まあ、薄い玲香ちゃん、レイチェルも、あ他の試合とかね、あの、なかなか上位に来てなかったり、予選落ちが多かったりすると、やっぱりこういう風になります。でも優勝一回すれば、最終戦のリコーカップにも出れるし、来年のシード権も獲得できるっていうこともあるのでね、まあ、このまま、例えば、怪我でずっと出れないということになったとしても、もしか 今のスイングがちょっとねーっていうことで、スイング改造に踏み切ったとしても、来年いっぱいずっと出れるということになります。最終戦のリコーカップにも出場できます。なのでね、まあ早々に優勝した人は、もう何か取り組みたいことがあったとしたら、何でもできるわけですよ。優勝はしたけれども、ちょっと前々からこういうふうにしようと思ってたスイング改造とかね、そういったことが結構できるぞと。 いうことになってきます。はい。まあ、あのー、先週ね、アマチュアの選手が優勝して、うーん、ちょっとね、日本選手もっと頑張って欲しかったな、っていう感想の方も多かったと思うんですよ。まあ、だけども、やっぱりね、優勝したこの15歳のイ・ヒョソンね、あの、リー・ヒョソンって書いてあるけど、あれいいだよね。あの、韓国の選手ってさ、あの、 リー・ハナちゃんは違うけど、あの、イ・チヒ選手とか、イ・ーボミ選手とかね、イ・ーミニオン選手とかね。あれみんな同じイーって書くでしょ。イ・イエウォンもね、あの優勝争いした選手もそうだけど。あれ、英語で L ・ E ・ E って書くもんね。みんなリーなんだよね。だけど、韓国語に直すとイーなんだよね。どっちが正しいんだかよくわかりませんけど。まあ、 私はいいっていうのがもう慣れちゃってるのでいいってついつい言ってしまうんですけどね。まあ他のアルバさんとかね、ゴルフダイジェストとか、そういうあの雑誌とかを出してるあのウェブサイトを見ると全部リーヒョソンと書いてあるのね。まあ JLPGA の方もそうだから。まあリーなんでしょうけどね。まあどっちかわかんないという感じですよね。あこのね、リーヒョソンは あれだそうですよ。まあ、あの、日本の、あの、漫画とか大好きだそうでね。あの、食べ物も大好きで、蕎麦2回食べましたと。<laughs> ほうと思ってね。あの、うな重も、うな重2回食べたとか言ってね。うなじゅう大好きですと。なんかココナッツみたいだね。桜井ココナッちゃんもうな重が大好き。ね。あの、日本食大好きだそうでね。 で、漫画の呪術廻戦っていう漫画が大好きで、それでちょっと日本語も覚えてると。読んでるうちにね。あの、韓国の国語はちょっと苦手だそうです。もう、マジかと。え、韓国語の国語の方が大事でしょうと思うんだけどね。まあ、それはいいとしてね。あと、あの、先週ね、あの、先週優勝したけど、その前の週ね、ネイバーズトロフィー選手権っていう大会で優勝したんですよ。 で、これね、あの、韓国で行われた試合なんですけども、日本からね、あの、岩井姉妹の弟くんですよ。あの、岩井光太くんが出てたそうでね。なので、知ってるんで、今週、あ、先週ね、あの、岩井明恵ちゃんとかが、あの、いたんで、即座に挨拶にしに行ったそうですよ。おうおう、なかなか礼儀正しい子じゃないかと。ね、あの、なんだよって思ったけど、そういうエピソード聞くと、 ああ、なんか、いい子だな、と思いますけどね。まあ、ちょっと顔はそうでもないんだけどさ。それはね、失礼だよね。まあ、それはいいとして。まあまあ、あの、<laughs> まあ顔がいいからいいえよ、いい家を、いいに買ってほしいっていう人も、なんか、いたそうですけどね。<laughs> まあまあ、そういう、まあ、気持ちはわかるけどね。気持ちはわかるけどね。 まあでも、あの、そういう日本の漫画とかも好きで、あの、読んでるうちに日本語も覚える。あの、アニメ見ながらね。まあ、覚えてるそうですよ。はい。そういったエピソードもあるそうでね。あと、リクエストで、あの、コメント、あの、一応来るんで、あの、そういったのも、こう、全然まだ募集しますのでね。あの、この間、来て、 ねあの、予想したんですけど、AI 優勝予想ってね、あの、やったりしますけどね。それで、AI 予想してくれとね、あの、今、17時50分ですけど、あの、まだ始まってないかな。あの、競馬はね、もう終わりましたよ。ケンタッキーダービーっていうので、日本の馬が何,何着に来るかと。で、AI に聞いたら、連に絡む可能性が高いと。で、フォーエバー・ヤング3着に入りましたよね。まあ まあまあ当たっただろうという感じですけどね。あれ密着してなんかアメリカの機種がなんか押してたけどあれ何なのよくわかんないけど着順は変わることなかったみたいだけど。ね、あとね、もう一つ、井上直也選手ね。もうすぐ始まるでしょうもうすぐでもないか。ね、何ラウンドで KO するかっていうのをあの AI に聞いたら5ラウンドから8ラウンドに KO する確率が高いでしょうと。 AI が予想したんですよ。まあ、これもどうなるかね。ちょっとこの後楽しみだなと。あの、Amazon プライムで見れますよね。Amazon プライム安いんですよ。月500円だからね。安いですよ。はい。生で見られる方はね、どうぞ見てください。はい。それではコメントを読ませさせていただきたいと思います。最初は、えつともさんでいいのかないや、ノーマークでした。両国の女王の、両国の 両国はね相撲になっちゃう両国の女王の戦いにシュリプロがどんな形で割って入るかが見どころかと勝手に展開を考えていました。リンヒョソン、18番のイーグルでトップに立つまで全くのノーマークでした。みんなそうでしょ。まさかこの子が来るとはと。ね、本人も思ってなかったんじゃないまさかと。ねまあ、18番のイーグルパットの時、 ぐらいからじゃない、18番のグリーン上がってきてから、あの、ボード見て、あれと。上伸びてない。こりゃ、ちょっとチャンスかな。これ、ぶち込んだらトップに立てるぞ、と。ねそんな感じだったと思いますよ、えー。でも、シュリプロの粘りのパーパットはすば、すごく、えー、渋かったです、と。シュリプロは、息の長い、渋い選手になりますね、と。はい。 どううでしょうかね意外に早く結婚して引退しますとかって言っちゃったりしてね。<laughs> 最近の若い子多いみたいよ。もう30までに結婚して早く辞めますというふうにはっきりと言ってる子多いですよね。はい。それから上野さん。息も息をつかせぬ試合でしたね。ハラハラドキドキ。心臓によくない。<laughs> 確かにね。<laughs> 佐久間、えー、最後の方の最後の方のパット惜しかった。 優勝した韓国のアマー・リー・ヒョンソンって、えーこう、すごい追い込みでしたねと、はい。追い込みすごかった。本当にね。上が落ちるとは思ってなかったけどね。二、はい、つぐらいは伸ばすだろう、なんていうふうに思ってたら、四つも落とすと思ってなかったね。はいえー、と広瀬と、さん、えー、高校から言うと、最も望まれない展開で結果 結果になりましたね。最年少メジャー優勝,勝利だけになりましたね。山下さん、ロレックスポイントあまり稼げなかったし、佐久間さん、初優勝でメジャー逃したり、さすがの韓国女王優勝にもならなかったし、何かつかみどころのない大会になりましたね。偏見だと叩かれる前にもうやめましたね。まあいいじゃないですか。そういう方多いと思いますよ。あのぶっちゃけねあの、なんだよと。 あの思った方そんなあのね手放しでは喜べない結果だったなという感じではありましたけどねまあそういうね日本食が好きだとかねあの日,本日本の漫画があの大好きでちょっと日本語も覚えたりというのを聞くとうんなかなかいい子だなと <laughs> 岩井姉妹の,、ね、あの弟くんと一緒に戦ったのもあってお姉さんのこと知ってたから。 練習場で顔を見かけたら即座に挨拶しに行ったりとかいうエピソードを聞いたりするともうあの国じゃなくねあの一人の女性としてああなかなかいい子じゃないかというのはありますけどね悪い部分,部分見てないからわかんないけどね、はい、いい絵はも,もういい子ですよねなんかインタビュー聞いてるとねなんかこうつかみどころのないあのふわっとした感じに見えるけどね、うん、まああの このイ・ヒョーソンのことはやっぱり実力ある選手だと思ってましたというからまあ悔しいとかそういった言葉を一切吐かずにねあのインタビューを終えたのはまあいい子かなと思いますよね本当は悔しいだろうけどあの言葉を吐かずにね、えー、そういった言葉を言わないってあのインタビューを終えたのは一人になった時に悔しいってねあの言葉に言わ,、ま、言わないまでにもね ね、寝る時に枕ぶったたいたりね <laughs> してたかもしれないけどね。<laughs> わかんないけど。はい。えー、それから、KK さん。やはり、ひなこがいないと韓国に取られる。ひなこちゃん、韓国に負けたことないよね。ああ、ありますよ。ロッテ選手権でいい、あのー、キム・ヒョウジに負けてますよね。はい、でも、それも、うん、ね、2打差で負けちゃったけど、最終ホールでね、もう、 これで優勝決まりだねっていうベタピンに寄せたアプローチを、スーパーアプローチを見せて、そのアプローチにひ、あのしぶこちゃんは拍手したからね。自分負け、負ける、これでもうほとんど負ける、もうあのバンカーショットぶち込むぐらいじゃないとダメだという感じになったところで、はい、相手に拍手するって子いないでしょ一人もいないと思うよ。あの、仲いい子でも。 仲いい子でもないと思うキム・表示に対して拍手を送るっていうこれは素晴らしいショットと称賛するっていう子はいないと思うそれがあの勝てない理由だ甘いよなんていう方もねそういう意見もあるかもしれないけどねそれも一理あると思うけどやっぱりそういうのは私は好きですね渋子ちゃんのそういうところが好きですはい。 えー、次、えー、エボシじいさん。今日の試合結果はまさにあぜんぼうぜんでしたよ。こんな結果になるとは予想できませんでした勝った選手を褒めるしかないんだけど、畑岡奈紗選手が高校生で優勝した2016年日本女子オープンの時に2位だったオリコトネプロがプロが勝たねばならぬ試合だったのにって、試合後に号泣してましたね。確かにね。うん、それはわかる。わかるけど。 ねえ、ナッサーがさ、高校生で優勝した時は、なんだ、高校生にプロが取られちゃって何やってんだよって言われたでしょ。多分言った方多いと思いますよ。だけど、それでプロ転校して、翌年の同じ日本女子オープン、連覇したからね。こりゃ、やっぱそういう子だったんだなと思うしかないでしょ。たまたまじゃないんだなと。ナッサーは、今、日本のエースなんて言われてるし、 もう世界ランクもずっと20位以内ずっとキープしてるからね。はい、ね。しかも日本女子オープン、そういう高校生で優勝して、プロ転校して、翌年2017年、あのー、連覇して。で、その次の年の2位だったんですよ。で、そのまた翌年優勝してんで、日本女子オープン3回勝ってんだよね。もうそういう強い選手だったから、 プロが負けてても仕方ななかかっったよよねねいいうしかないよ、ねはい、今、ナッサーが日本に帰ってきてあの、ねと、去年とうとう出たけどね、まあ、ちょっと優勝争いから途中から脱落してしまったけどね、途中右に負けてね、木にぶち当ててね、あの時からちょっとあのなかなかモネちゃんに追いつけなかったけども、まあ、ああいうプレーを見せてもらうとね、ああやっぱりこの子強いんだなと。 実感するんじゃはい。それから、あそれにしても、これ、なんていうものいいソンのこと、えー、それ恐ろしいものが出てきましたね。先週は、アマのネイバーズ、あ、そうそうそう、ネイバーズトロフィーね。えー、日本のナショナルチーム、えーまあ、女の子の方は知らなかったですね。 カンプなきまでに、このメンバーだったら仕方ないかなというところは、他にね、いるでしょう。ねまあまあ、仕方ないですね。カンプなきまでに下した後に日本へ来て勝ったんですよね。韓国ゴルフ界の人材豊富豊富ぶりを見せつけられましたね。いずれプロになって茨城ゴルフクラブ東で優勝したチョンインチの道を行くような気がしますね。ちなみに、 勝みなみさんが15歳でツアー優勝した時の2位が韓国のイ・ボミ選手でイ・ボミ選手は賞金もらっても勝たないと意味ないですねとその時言ってたんですねその今度はその逆になってしまいましたねはい同じことをシュリちゃんが言ってましたね勝たなきゃ意味がないですとそうなんだよね賞金いっぱい稼ぐのはご両親はね多分お金管理してるのは誰なんだろうねご両親に任せてるのかなシュリちゃんは どどうか分かりませんけどねもし、まあ、ご両親がお金の面ではもう全部管理してるというんであればご両親は「ああ親孝行な娘だ」とね喜びの喜んでると思うんですけどもねまあ本人としてはやっぱりねもう23回予選落ちしてもいいから。 優勝一回したいと思う,思うだろうね。それぐらい優勝っていうのはもう大きく人生を変えることだから。ずっと名前残るからね。優勝者としての名前が残るから。はい、2位ばっかりだと名前覚えてもらえないからね。シルバーコレクターっていう名前でしかね。ああ、そんな子いたね。ぐらいの感じですよね。はい。優勝したかったでしょう、しゅりちゃんはね。途中までは、まあいいイエオンだろうなと。 さすがにたくさん落とすことなさそうだぞという感じでしたから、シュリちゃん今回はまあダメかという感じのもう前半もまね、なんとかパーで切り抜けて、なんとか耐えてたっていうのを見るとね、ちょっとバックナインで爆発するかな、どうかな、連続バーディーなんかが来ればとか思ったけどね、イ・イ・エォンが落としてきてからだよね。お、シュリちゃんもあるなと。 いう感じでね。はい。まあ残念でしたけどね。まあ優勝は近いうちにすると思いますよ。あのショット力があればね。あとパッドだよね。パッドが入れば。はい。えーパーパッド入るんだけどバーディーパッド入んないんだよね。<laughs> まあそんなもんだよね。で次はあのー、これはポルシェさんかな。えー、2012年サントリーレディースオープンの最終日。 当時16歳の韓国女子アーマーのキム・ヒョウジュが61のコースレコードを出して優勝したのを思い出しました。慣れないコースに来ていきなり好成績を出す韓国選手には驚きますね。その後の成績見たら、あ、キム・ヒョウジュもやっぱりそういう選手だったんだなと。こんな強い選手だったんだらもうしょうがないよねと。ありますよね。今、もう韓国の代表選手でしょ、今はね。まあオリンピックも確定でしょ。ね。あの、 キム・ヒョウジュと、あと、誰だもう一人ね。なんだっけもうすぐ忘れちゃうなんかね、言葉が出てこない、もう老化現象です、これね。本当に。ねえ、あのー、なんだっけ個人ンだ。そうそうそう、コジンダメだなぁ。もうね、老化現象ですよ、本当にこれはね。はい だからね、毎回動画作るときにね、編集にすごい時間かかるの。あの、なんだっけ、なんだっけっていうね <laughs>。もうほんとね、大変なんですよね。誰か変わってください。<laughs> 若い人。それから、安川さん、えー。今日の見どころ、美女登場でしょう。1番 T、関係者、えー、テント、最右側。競技員のおばさんに挟まれた謎の美女、女優級以上。ほんと可愛かった誰と。 私ねさっき見たんですよあの最終組近くになってからそこの位置に来た人ですよね。あれな誰でしょうね。あのルーキーキャンプの新人の選手ではないですよね。あの服装が違うから多分。まあ、最初ねあのジョン・ジ由ウかと思ったんですよ去年。あの あ、一昨年受かった子か。去年ルーキーだったので、ルーキーキャンプ出てたので、今年出ることは必要ないかなっていうことで、多分出てなかったと思うし、違うかなと。まあ、韓国の方っぽい感じでしたね。誰だかは知りませんけど。はい、韓国の人がいっぱいい,いるから、通訳の人かわかんないですね。まあ、スタッフの方なのか、JLPGA の方なのか。 わかんないですね。名前もね、画面アップしたけど全然見えなかったですね。<laughs> はい。それから、リンゴさんでいいのかな。リョウさんはさすが長年ゴルフをしてるだけあって、長くないですよ、そんなに。私がゴルフに興味を持ったのは、まあ、若い頃は、あの、昨日も言いましたけど、イコマカヨコさんとかね、がいた頃 まあ、あのテレビ何にもねテレビ見るもんがなくてで遊ぶ相手もいなかった頃何か面白いテレビもないし暇だなと思ってつけてたのが生駒加代子さんの番組でしたけどねでもゴルフ実際やり始めたのは会社の先輩に言われて40過ぎからですからねそんなに長くないです、はい、あのたまに見てはいたけどそこまで興味持ってなかったんですよだけど年取って 40過ぎてからやり始めてで病気して一旦やめてっていう感じですからねそんなに長くはやってないですねはい各ホールの状況と各プレイヤーの一台一台をよく覚えてるのがすごいあメモしながら見てますよねだからねすごい労働時間なんですよ <laughs> 動画1本あげるのに <laughs> すごい労働時間をかけてるんで、はい、他のねちょろちょろっとネットニュースをね あの動画にしてる人たちとはもう訳が違うんですよね、はい、15歳のアマは誰もノーマークだったそうですが彼女のバッグを担いだゴルフのゴルフ場のキャディーさんは試合前に優勝を狙える特地にしていたそうですコースが乾燥していて風も出てくる予定だったのでトップを走ってる連中が崩れることも想定して下たに違いないですまあ、メジャーだからそれもあったでしょうけどね最後の最後にイーグルでアッするとはキャディーさんも想像だに なかった優勝だったでしょう。それにしても、お隣さんは強い。ねまだ、まだね、まだレベルは追いついてないのかなっていう感じですね。世界ランキングで見て、やっぱりちょっとね、追いついてないかなと。ね上位で戦える選手は、あの、たくさん出てきたかなっていう感じではあるけどね。まあ、基準になる世界ランキングという点では、ちょっとまだ追いついてないかなと。 いう感じですね。KLPGA のメジャーを見ているような上位争いだったのが悔やまりました。今回のような難しいコース,セコ,ースコンディションが増えてこそ、JLPGA からもっともっと強い選手が増えていくかもですね。とポテンシャルはなでしこ予備軍には大いにあるはずとね。まあ確かにね。もうちょっと頑張らないと。っていう感じですかね。あと、マナーがいいからね。いいエボンも。 ね、あのギャラリーを褒めてましてはまあ素晴らしいギャラリーさんギャラリーの人たちのマナーが素晴らしかったですとね褒めてましたよねだから海外行くともうろくでもないギャラリーがいっぱいいるってことでそれに慣れないといけないかなと思いますよねはいアメリカ行ったらねマナーの悪い酒飲みながら見てる人いっぱいいるからねはいえー、どとです広さん えー、シュリちゃんのネイがひしひしと感じ取れます。顔で笑って心で泣いてる3日目も最終日も、最、ん最優美最終日だね。最終日もパーを拾い続けて、結果18番。今日が17番上がりの、上がりホールの2つを落とす。タラレバはなしですが、このどちらかがなければ、えー、プレイオフですよ。 勝利の女神が恨めし、韓国アーマーの15歳、しかも7打差逆転劇、やはりこの離れ技を称えるべきなのでしょうが、JLPGA ファンとしては残念至極ですね。繰り返し思うのですが、2019年の渋谷の韓国勢に強い痛快さが、はあ、蘇みって懐かしいです。もちろん2021年のスタンレーも三菱電機もとね、はい、スタンレーも三菱電機もね、ペソンちゃんにね、プレイオフで勝ったからね、ペソンちゃんが なんかね、ちょっとね、かわいそうだったけどね。<laughs> はい。まあ、この大会の2019年も、まあ、ペソンちゃん2でしたよね。はい、ね、しぶこには勝てないんだよね。<laughs> えっと、澤田さん。道民的にはほぼ興味を失いつつあった。本当だよー。<laughs> 男しか残ってないんだもん。最後にきっちり盛り上がるところはさすが波に乗る女子ツアーですね。完璧すぎて機械みたいだったオ、e、ンも最後は崩れながら鼻をくしゅくしゅさせていて可愛かったと。でも彼女、日本ツアーに来たら強いだろうなと思いますね。私も思いますよ。うんとね。ああいうタイプの子は、まあエッティみたいなタイプじゃないかな。あんまりこう、感情を表に出さずに、 あのプレーをするという感じまあ心の中では動きはあるんだろうけどねあんまり表に出さないタイプですねでしかも飛距離はそんなに出ないとまあこういう子はちょっとね安定したあのゴルフを見せるから日本に来られるとまあチャンスがあれば出たいと言っていますね日本に来たいと来たいとは言ってないか日本で日本の試合かあの資格があるんだったら あの日本のツアーまた来たいと言ってはいますね、はい。まあ母国でやれるんだったら一番いいかもしれないけどアメリカツアーに行ける資格が持てるんだったら行くのかもしれないけどねまあエビアム出るしねアメリカツアーが行かないとかねあのモネちゃんみたいなことは言ってないですよ。でそのモネちゃんでさえアメリカ行っちゃったからね <laughs> 資格が出たら資格が取れるんだったら行っちゃおうとね。 予選会出てとまでは思ってないけど、資格があるんだったら行きましょうかという感じにね、いいォンもなるかもね、わかんない。それは。はい。えー、稔於小野さん、えー。佐久間朱里ちゃんの初優勝がまたもあ流してしまったのめちゃ悲しいです。ピンチをパーでしのいで耐えて耐えて、山下ュ夢とイエウォンを追い抜き、首位に立ったのにまさかのアマチュアに最終ホールのイーグルで初優勝はお預けしよう。し、えー、残念、種目です。 残念至極って言葉、また出てきたね。あんまり普段使わないでしょ。残念ですとかある残念至極ですっていう言葉は、普段の会話で使わないよね。14.75フィートの超高速グリーンでナミーるプロたちが苦戦する中、アンダーで回り、見事なプレーだった佐久間聖ちゃんの初優勝は年内に実現すると期待しています。あ残念だった。えっとね。うん。今週あるかもよ。わかんないけどね。 それはもう大いにあるプレーだったよね、確かに。はい今週 RKB ですからね、今週は3日間大会です。なので、どうかな、もう思いがけない人が来るかもしれないしね、3日間だと。はいそして、ヒロンさん、なんてこっちゃ落胆、いきなり来た韓国選手にメジャーを持ってかれるとは、それもアマチュア、山下女王の崩れ方、佐久間選手のいつかも見た光景、合計失望。 日本の女子ゴルフのレベルはその程度かと思ってしまう。今回1試合では決まらないですけどね。アメリカでの女子オープンでは日本の女子ゴルフの存在感を示してほしい。大里は予選,ギリ予選通過ギリギリからよく踏ん張った。ほんと踏ん張りましたよね、ももちゃんもはもね。原恵梨香、河本悠依の黄金時代はまだまだ健在だったね。原恵梨香ちゃんだけどまだ悩みながらのこの成績だからね、トップ10でフィニッシュできるっていうのはね。はい いいのかななんつって,言ってたからねいいよよか。よくなったのかなみたいな、ね。まだ悩みながら、ドクテンフィニッシュっていうのね、素晴らしいですよ。はい、それから、えー、ロプノルさん。旅費やホテル代もバカにならないけど、もし本人が望むなら JLPGA に入れるしまた、日本で上位に入ったり、買ったり、アメリカへの足がかりもなる。日本で買って世界に羽ばたいていった韓国の選手もたくさんいますから、彼女にとって将来に向けて素晴らしい投資ができた4日間だったと思います、ね。 はい、まあおじいちゃんと相談しますっていう答えだったよね。日本ツアーに来るのと。まあ勝みなみちゃんみたいな感じになるかもね。まだプロ転向せずにアマチュアで頑張って、で勉強もちょっとしてね。あのゴルフだけっていう責任知らずな子にはなりたくないっていうあの子もいるでしょうあの。アマチュアの子でプロテスト受からなかったんで、 まあ翌年のために頑張るっていうだけじゃなくてね、まあ、アメリカの大学行ったりとかする子もいるしねそういうゴルフだけっていうのはあの人によるけどね、まあ、人生長いのでねそればっかりじゃなくいろんなことを学びながらゴルフもその一つとしてっていうあの梶谷翼ちゃんだっけなアメリカ行ったでしょね。 プロテスト受かると思ったら受かんなくて。で、翌年も受けると思ったら受けてないもんね。確か。受けたんだっけ忘れちゃいましたけど。はい。イチローさん。えー、いや、りょうさん、韓国オープン、面白かったですね。韓国オープンではないけどね。しかし、最後はまさかの結末、えー。誰も予想できません。こればっかりは、ゴルフ、何が起こるか分かりません。通過しました。イ・イエボンさん、サードラウンド、ファイナルラウンドの前半まで完璧。8番ホール、最高でした。それが、 後半まさかまさかでした。一体どうしたんだと。プレッシャーだけとは思いませんけども、りょうさんと思います。日本も、自分も日本人ですから、山下さん応援していましたが、やはり最後は山下さんだなと思いたかったです。りょうさん、佐久間朱里さん、褒めたってあげてください。自分一押しは、えー、小岩さくさんですが、この次の優勝は佐久間朱里さんでお願いします。自分その時は18ホール、涙涙で大泣きしてしまいそう。りょうさん一押しの。 武田美さんあ竹内みゆきちゃんね。よかったですね。この方のコメントはこの次にとね。はい。なんだか色い竹内みゆきちゃんですね。はい。<laughs> はい、まあまあ、あのー、佐久間朱里ちゃん、いつも褒めていると思うんですけどね。はい。それから、 次でですす。ね、か、えー、かさんかな。な本当に情けないがっかりです日本のトッププロたちが韓国の高校1年生に負けるなんてこうなったら今年8月に13歳になるのを待ってデビューすると言っているストウミロクチャに期待しました <laughs> ところで同じ韓国のキム・ヒョウジュがあまで同じように日本で優勝した時はどうだったんですかリョウさんその時のことを知っていたら教えてください私のその頃今のように見てなかったのであキム・ヒョウジュさっきも出ましたけどね16歳だった 姫がポンと優勝しちゃったんですよねすごいスコアで、もう崩れるどころか、もうどんどん伸ばして、優勝をかっさらってきましたけどね。で、今の成績見たら分かるでしょう。そういう選手だったんですよ。その頃からね。はい。上手い選手だったということですよ。たまたまじゃなかったんでね。たまたま、ね、優勝して、その後全然活躍できないって言ったらね、なんだよと思うけどね。 ね、今の世界でも全然通用する選手というキム・ヒョウジを見たらああこんな素晴らしい選手が若い頃日本に来てくれてたんだねっていう感じになるでしょうね、はいまあ、このイ・ーヒョソンもそういうふうになってくれるとねいいかなと思いますけどねはい将来が楽しいまあ飛距離出るんだよねイ・ーヒョソンね割と飛ばす子なんで ちょっとと期待できるかなとアメリカツアー行っても通じる子になっていくのかなっていう感じしますけどねはい、えー、それから123123愛好さん愛好さんでいいのかな、えー、録画の良さ音声解説の良さ最後まで、えー、取り切れなきりてなく感謝、えー、ゲイオゲイオリンピック にゴルフができますように何ゲイオリンピックってよく分かんない <laughs> すいませんねはいそれからあーコウさんって誰だ小西さんだすいませんね覚えてなくてえペソンさん推しの私としては残念ですが最後まで何か起きるかわからない素晴らしい試合を見て、えー、見れたことに感謝感謝ですにしても皆さんコメント長いです <laughs> それほどねゴルフ愛が熱いんですよね皆さんねはいということで、まあ、今週ねありますからね、はい、RKB 日本は RKB ですね3日間大会でファウンダーズカップアメリカツアー渋子ちゃんが出ますでカブツアー CTBC 台湾とのねあの合同でねやる大きな大会がステップアップツアーと合同でやります で、アメリカの株ツアーステップ、えっ、ー、と、ステップじゃなくて、エプソンツアー、ババサキちゃんが出ます。で、10、11、12の3日間で、ヨーロピアンツアーね。これに、上田、あのー、綾かちゃんじゃなくて、なんだっけ。もう、ダメだ。上原綾子選手ね。上原綾当ほんとダメだよね。 はいもうね、脳みそがね、もうだめなんですよ私はね。はい上原綾子ちゃんとか、澤田千佳ちゃんとかね、あとね、鬼しゆりちゃん出ますよね、はいエントリーしてます。なので、今週は全部お伝えしきれないと思うけどね、頑張ってお伝えできるようにしますのでね、ぜひよろしくお願いします。もう、もうすぐ始まるのかな、井上尚弥選手のね、はいそちらをちょっと気にしてね、AI が当たるかどうかと。 いいいうのを見てみたいと思いますこのチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、 試合の解説以外には他にも、まあ、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね、解説。そういったのもありますので、よかったら見ていってください。まあ時間ないから後で見るよっていう方はね、とりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見ていただければと思いますのでね、チャンネル登録っていう下のボタンをね、クリックしておいてください。